ほい、2軒目。出てくるんですね。スピス牛さん。はーい。敵接近、気をつけてください。うん。魔法使わないからさ。敵ユニット。BP が心配だよ。セピスバイソン、全身セピスと化した牛型魔獣。牛としての生き方も忘れており、もはや暴れるセピスの塊である。行きましょう。崩しは一応全部あるね。M、M。微妙に入んないんだよな。全体この辺りにしとこう。これはどうかしら。ゾクゾクするでしょ。ドーン。いてつきなさいね。行くわよ。さすがだね。先を急ぎましょうか。はい。うん、次のページ。黒の存在になんとなく感づいて、古い伝承を調べてるうちに私はある推測にたどり着いた。大いなる一、遥か昔祖先たちが争って生まれたもの。帝国全土に蔓延する黒の存在は伝承で伝え聞く至宝の力そのものだ。魔女は関与していないとなれば、疑うべきは知性側だろう。魔女と知性が正面衝突すればどんな被害が出るかわからない。だからこそ、ばあさまへの連絡は戸惑われた。もちろん、ビータやエマにも迷惑はかけられない。この件は内密に処理するべきだろう。なるほど。近頃私の動向を感づかれたのか、誰かの視線を感じるようになった。狙われているならちょうどいい。私は私自身を餌にして知性の痕跡をたどることにした。なるほど。この頃それとなく聞いていた。知性について何か知ってることはないか。なるほどな。思い返せばあの一件が総国や黒の師匠について調査するきっかけになっていた。あー、なるほどな。お母さんは一人で知性に立ち向かってた。ね、そうよね。お母さんが死んだ原因ってちょっと感づいちゃうよね。うん。オッケー。まだ結構あるのかな。全体が見えなくって。わかんないな。これ別に壊しても何も意味はないんですけど、一応 CP が回復するときはあるので一応回復してます。3件目。うん。ちょっとワクワクしてんじゃん。さて、どんな敵かしら。なるほど。気を引き締めていきましょう。うん、仕方ないわね。動かないな、やっぱり。さっきの牛も、ま、動かなかったんだよね。いいね。ほんとハイスピードでやってたからさ、ね、無限回路遅く感じる。スターラムだ。古代文明が残した守護の石像。幾千の時を経ても砕けぬ両腕で不埒な侵入者をなぎ払う。まあ、わらわにかかればこんなものじゃ。はい、はい、無事に倒して視線を感じているが、私が掴んだ総国に関する資料や知性の痕跡は消されてしまったが、消されてしまった。そのおかげで私が狙う相手の正体が知性の長アルベリヒだと判明した。アルベリヒって昔からある名前っちゅうこと？名前がまで分かってるんだ。現在忌まわしき教団の幹部として生態研究をしているらしいが、ああ教団か。 DG 教団の幹部っていうこと？でもどうなんだろう。なんかだんだん記憶が混同してくるんだよねアルベヒの正体は知性の血族に寄生するアストラル体。アストラル体か。なるほど。体が滅びたとしても血族に寄生することで復活してしまうね。それでなんか代々いるみたいな感じだもんね。
それでも今倒さなければ希望の芽が芽吹く前に世界は闘争に至ってしまうことだろう。だとすれば私がするべきことは一つ。あ、いや、戦ったね。対決するみたいですね。結末どうなったんだろう。あー、おそらくだけどここに書かれているアルベリヒは先代。あ、そうだよね。11年前、シャロンさん云々の話が10年前だったよね。先代か。そんなに早く代替わりしてるんだ。なるほど。つまり11年前に先代のアルベリヒは相打ちになった。なるほど。あ、そうか、そうだよね。だってアリサ幼少の頃はお父さん優しかったって言ってたしね。それからどんどんおかしくなっちゃったっていう感じなのか。なるほど。なんかこうすごいふわふわしてたものがこう明確になってきた感があるな。なんか、あ、そうだったんだみたいな感じ。ね、本当にすごい人ね。エマのお母さんだけはあるってなんか褒め言葉だよね、それね。いいね。そうだね。そっか、そうだよね。相打ちしちゃったら続き書けないもんね。セーブした方がいいかしら。セーブした。あ、もう採用。あっという間でしたね。さて、行きますか。ドキドキ。採用。そろそろ終点みたいね。準備はできてる？エマ。ええ。何が待ってても逃げない。全部知って受け止めてみせるわ。それでこそ私の妹よ。さあ、行くとしましょう。はい。採用の感じはいつもと似たような感じだね。ミドナが出るわけでもない。なんかありますね。あ、これそのイソラさんの使いはフクロウさん、白い。え、本物なの？なんだろう。あら、試練？あら、え、なんか、おぉ。はい。はーい。どれ、相手をしてやろう。なんかいっぱいだな。敵ユニットの傾向を解析。はい。悪魔の花、過酷な環境を生き抜くため毒々しく変質した植物型魔獣チーンクオンも養分にしてしまう。わらわの番じゃな。そうですね。行きますか。ディープオニキスやりたいな。多いからね。だから普通にやろうか。あ、いや、5でしょ。いける、いける。ルミナリアンパース。わらわの番じゃな。我が力に恐れよ、クリムゾンランサー。待って、強すぎんですか。やりなさい。開けるわよい。この後なんかあるな、これ。いいわ。感づいていくのか、急に終わるのか。ダンシングドーターやって、ベノムフレイムは効かないんですね。ソウルブラはだって単体だもんな。もうなんでもうちょっといいのつけてないんですか。近づいてくる。めっちゃ歩いてる。ダンシングドーター、霊屈をさまよう暗き幻影、グバッタ聖者の生命力を糧にこの世に存在をつなぎ止めている。悪夢のささやきは敵の動きを封じる。あー、範囲外。まあでももしかしたら効かないかもしれない。あの子赤いから。チャージします。チャージします。私の番ですね。ディフェクターを青いと。敵ユニットの傾向を解析。はい、つかめました。ミスティックバンシー、霊窟に現れる暗き幻、見入られた者は悪夢に誘われる。連綿と受け継がれた怨念は、連綿と受け継がれた怨念、韻を踏んでいる。清き魂を求めてさまよい続ける。
日置魂か。私の番かしら。はい。これはどうかしら。ゾクゾクするでしょ。ドン。いてつきなそうな。行くわよ。鬼ディープオニキスやるつもりが全然やらなくても大丈夫そうで。その調子で向こう側に行ってほしかった。あー待って逃げだー。はい、暗き刃よ。お願い。お願い。よいしょ、ベノムフェイブ。悪くないわね。はい。うえー。出たー。出たー。種類多すぎ。ちょっとこれは種類多すぎませんか。みんなやってる？みんなやってる？みんなやってんのこれ？みんなやってんのかな？敵ユニットの傾向を解析。やべえな。解析中歓喜。解析完了です。喜んでいく。わらわの番じゃない。そうですね。ちょっとさすがにこっちウリエル一緒なんでしょ？ウリエルか。あ、これは？単体行こう。メルティライズをかけ、チャージします。エマにもかけるか。ちょっとハイスピードします。動かないんですね。いいあんまり戦う意志はないんかね。レミエル、レミエルいたっけあそこに。素敵でしょ。裁きの光で滅せるインディグネーション。あれは裁きのイカズリでした。焦点なんだって。めっちゃ強い。いいね、チャージめっちゃありがたい。どんぐらいだった？そんなに効いてない。サマエルいきましょうか。これは闇なんですね。リボニキスか。結構痛いですね。回復ですかね。遠いですね。遠いですね。これ行きますか。ありがとうございます。そしてわらわの番じゃない。クリムゾンランサーをこっちかな。向こうもやりたいけど、ルミナリオンフォースやって強くしといて、限るのをこっち。好奇じゃ、嫌いなさい。あれが魔法だったら超嬉しいんだけど、どうなんでしょうね。マトリエル、レミエル、あ、レミエル、あ、ここ違うかと思ったら一緒なんだ。なるほど。じゃあもうマトリエルだけじゃん。なんで勝手にそうなったんだ。こっちが氷ね。あ、回復した。あ、いいじゃんこれ。やった、勝ちました。暗き刃よ、私の番ね。そうですね。単体しかないな。メルティライズかな。はあ。それ。掃除します。助かるわ。うん。で、さらにこれを全体にかけ。力を貸してちょうだい。ヘッド。お行きなさい。うん、いいね。行くわよ。足りるの。光が効くんだっけ。違う、あ、違ったような気がしてきた。掃除しますからは。はい。戦う意志がないよな。暗き刃今です。行くわよ。あげちゃおう。音走れルミナリオンフォース、私の番ね。うん、行くわよ。どうじゃ。それ掃除します。助かるわ。マイルド。クリムゾンランサー。いいわ。続きに踊りなさい。隙ありね。
行きます。こっちは行ける？あ、行けなかった。何な、なるほど、誰が言ってた今。黄色い子かな。オッケー。おっしゃバッチリ決まったわね、セリーヌ。ふん、当然でしょ、あんたの使い魔なんだからいや、早見はいいね。まだまだいけるかしらいけるのでは。待って、どうか気をつけて。本当に完全に終わりと思ってたわ。マジか。とりあえずこの1匹しかいない。敵ユニットの傾向を解析。あ、おお。解析完了です。赤マナフ、霊力の満ちた空間に現れる悪魔。鉄をも引き裂く爪には毒を含む。高い姿勢を持ち、上位圧も使いこなすと。これをディープオニクスだな。こちらの方に。グレートデーモンさん、素敵でしょ。あ、間違えた、なんで間違え、オートじゃないよ。待って、こっちあのタッチパッドね、左と右でね、オートとハイスピード変わるんですよね。テンパったら大変なことになりますねなりましたね、むしろ。カーズドインフェルノ、煉獄の霊霊より生まれし魔物。吐き出す炎は鋼鉄すら溶かし、魔装は生き物の魂を貫く不埒な侵入者を容赦しない。容赦しないんですね。はあ、これで一安心ですね。よしやりました。わらわも捨てたもんじゃないの。まだまだいけるかしら。まあ当然ね。いやー、やれやれですね。なんとか倒せました。最後の試練を突破できた。あ、共鳴してる。うーん、ね、ほい。おう、え、ま、エマ、きっとそこにいるんでしょう。ここにたどり着いたということは、すっかり立派な魔女になったみたいね。ちょっと意地悪だったかなとも思うけどここまでよく頑張ったわね。お母さんも嬉しいわ。これは過去との通信ってわけじゃないわよね。使い魔の残留思念が紡いでいる投影魔法。今お母さんがいたらみたいなっていうこと？あ、知性の多さと決着をつけに向かうところ。そこで私が相打ちになって、この命を落とすと分かっていても。そっか。髪の毛結構長いですね。実はね、ついさっき未来を見てみたの。一度それを観測してしまえば因果に大きな影響を出してしまう。だからこそ禁忌とされてるんだけど、後悔はしてないわ。私の決断がエマの、そして帝国の未来に繋がると分かったから。なるほどね。そうだよね。お母さんといられるだけで私は幸せだった。一緒に別の未来だって探せたはずと。ここで知性の多さを打って黒が滅びる可能性のある因果に紡ぎ直してみせる。あー、なるほどね。だから禁忌。なるほど、そういうこと。え、じゃあ、いや、なんでもない使命を遂げた後も長生きしてね。ね、長生きしてねあなたが選んだ道は私の術をもってしても見通せないところが多い。へえ。
あなたが自分で思っている以上にみんなあなたのことが大好きね。勝手なことや無茶なことはほどほどにしないとダメよ。あんまりねかよ、エマを泣かせるようだったら承知しないんだから。と、あ、泣いてる、涙浮かべてますね、クロチルダさん。ね、敬愛するお師匠様ね。セリーヌちゃん、名前まで見ていた。未来で私がみんなにしてあげたいことをあなたがしてくれてる、なんだと。なるほどね。まずかせておきなさい。あなたの未来はよく見通せた。私がいなくなった後、あなたは毎日修行を頑張って魔女の使命を背負って外の外に出るのね。そして楽しい学校生活を送って素敵な恋をして、素敵な恋をして、悩み苦しみながらも黄昏から帝国を救うほどの立派な魔女になれなるね。ほんと、もうね、エマがいなかったらダメだった場面ってほんと多々あるから。いつもありがとうエマ。本当なら学校の話とか恋愛の相談とか聞きたかったけれど、こんなに素敵な未来が娘を待っている、それだけでお母さんは十分だわ。あなたが思っている通り魔女の力は必要とされてる。それじゃあね、みんな愛しているわ。あ、クロちゃんまで。ありがとう、お母さん。私も大好きだよ。覚悟が決まったからか。最後にイソラが言っていたね、あの時お母さんに背中を押してもらった。私今の巡回が終わったら帝国の地を離れようと思う。あら、ほんと。ゼムリア大陸中を回る巡回魔女として大陸の平和を守っていきたい。すごいね、大きく出ましたね。黄昏を回避するために他国の人々と関わる中で考えていた。リベールの異変、青の体重、超常的な現象は大陸各地で起きてるね。西だけでこんな感じなんだけど、東どうなってるんでしょうね。異なる世界から来たという火炎魔人、あの人の存在、それな。それな、全力のそれな。私が知らないこと、私が力になれそうなことが帝国の外にもたくさん存在している。あー、でかいね、スケールが。だからこれからは帝国の歴史の陰に隠れ住むんじゃなくって、大陸中を、世界を見て回りたいと思った。すげえなー、エマ。私もヘビになってからこんなに大陸が広いのかと驚いた。まだもことも多いし、何より自由で楽しいと。ん？ね、ほんとね、魔女という存在は明るみに出ちゃったよね。なるほど。心配？まあでもたまに帰ってきてくれるんじゃない？そうだね、どこに行っても私がそばにいるんだから。すごいな、みんな家族愛が。うん、疲れ様でした。余計なお世話ですね。疲れ様でした。
確かにね、どうなんでしょうね。黄昏もあったし、肩の力が抜けたそうだね。なんか頑張ってくれようとしてたっぽいもんね。最初はなんかこう歴史を変えようじゃないけど、うん、なんか知らなかったことも知れてとても楽しいエピソードでした。エマの決意っていうか、そんなに大きいところ見てたんだなってびっくりしたし、うん、サブエピソード面白いですね。ほい、おー、元老王州すごいね、上が出たな。あ、はい、やっぱクロチルドさんいるんですね。さて、元老衆なるものを手に入れたんですけど、まあそれはエマにつけますか。エマ、ATS200 から、あー EP がつくんですね。ほい、そしてエマ決意ね。ね、びっくりしたね。そしてセリーヌとローゼリア、うん、クロチルダさん、はい、というわけでここまで見てくださってありがとうございました。バイバーイ。